お次ですね、アールウォーカーさんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アールウォーカーさんって、キャンプ歴って、キャンプ歴とかアウトドア歴、どれぐらいになるんですか？40年。ほぼ生まれた時に、キャンプ、アウトドアしてる。10歳過ぎなんで。あ、そうなんですね。じゃあ、だいたい中学生とか。小学校、ね。小学校とか。へー。すごい。もうめちゃくちゃレジェンドな方でございます。せっかくなんで、ちょっと装備聞いていきたいんですけども。はい。今回、テントですね。これは、どこのテントか。マウントフレンドオリジナルのセット。はい、へー、マウントフレンド。まあ、確かに中央線沿いにある昔からの山とスキーのお店。はあ、なるほど。中央線沿いの山とスキーのお店です。佐賀屋だったかな。買ったのは十何年ぶり。当時はやっぱ雪山で。雪山で一応これ冬山用に作られたセルトなんで、持ち歩くのちょうど良くて。へえ。作ってるのね、荒井。あ、荒井がに、はあはあはあ、まあ、取れるのが別注で。へえ。なるほどなるほど。すごい。ちょっと中見てみ、見てもいいですか？失礼します。おお。あ、意外と広いですね。一応2メートルの 1.2 1.2 か3か、それぐらいありそうな。あ、2人用サイズなんですね。なるほど。まあ、特徴としては、この L 型の実家式のドア。はいはい、こういう感じで。それとって結構、真ん中開きで、ここが紐なんだけど、はいはいはい、これは全部、こう。ああ、なるほど。閉まるんで。そういうことっすね。要は、ここから雪が入ってこない。はいはいはい、はい。風も入ってこない。なるほど。で、専用ポールをここにこう入れて、と A 型になるんで、出入りもします。今回は使ってないですね。なるほど。専用ポールってのもまたあるんですね。ダブルジッパーなのもいいですね。これ、出入りしやすいんで。出入りしやすい。上だけ覗くみたいなこともできるし。そうですね。めちゃくちゃいいですね。で、よく、あれ普通のセルトって下が紐じゃないですか。はいはいはい、はい。これも下もチャック。あ、下もチャックなんですね、これ。真ん中。じゃいわゆるフルクローズな状態。そう、完全に閉じるんで。へぇ、すごい、なんだ、地吹雪みたいな、はいはいはい、ところで被った時にも、下から雪が入ってこない。へー。なるほど。で、まあ、こっちの、側面にも、中央型のベンチレーター。おー、ベンチレーター。あるんで、はいはいはい、まあ、ここから顔出して、外見たりとか。なるほど。これも普段閉じることもできる。閉じたりだよな。閉じて、あと、ここからね、鍋出して、こう、雪をすくって。あーリアルな使い方っすね。さすがっすね、うん。そういうことで。あと、サイズ的に、洗いの撥水テルト。ほうほうほう。あれを内張りに使うこともできるサイズ。なるほど、なるほど。これを実際にバックカントリースキーとかでも使われるんですか？そうですね。でもまあ、その場合は非常用で、まあ、止まるのは絶対雪道だから。あ、そっか、そうですよね。うん、基本的に雪山雪道派になったっていう話をさっき、これで止まるのはあんまりない。ちょっと今回中心系見てもいいですか？中心系はね、これがシュラフですね。シュラフってか、キルト。キルトですね。へえ、このキルトはこれ BPL。BPL。バックパッキングライトっていう、はあ、ウルトラライト系 の、はあ、サイトの、昔は物販もやってたの。ほう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 。なんかそういうサイト見たことあるけど、うん、ギアもあるんですね。これギア最初の頃だし。へえ、すごい。でこれがポーラーガード HV、はあ、でポーラーガード HV、 非常に圧縮しにくい。圧縮しにくいんですね。まあ今の素材に比べると。これは1枚ですか？これ1枚で、だいたい間隔で0度前後まで行けて、寒い時には持ってきてる、はい、インナー用に持ってきてる、あ、こちらの。これもダウンの。これですね。ノマディカ。これ天幕デザインの。天幕デザインさんなんですね。ダウン。意外なのが来ましたね。天幕デザインさん。
まあ、普段はもっと軽くしたいんで、うん、あのハイカーズデポのダン、はいはい、キルトを、はいはいはい、ダンキルトみんなにして、へー、なるほど、へー、すごい面白いです。で、マットこれはヤマト道の、ヤマト道来ました、熱いやつと薄いやつ、はい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 、これで 200g 両方、うーん、両方して 200g、 頭はこっちですか、頭こっち、なるほど、で向こうは足が、足ですね、なるほど、ありがとうございます。そしてさらに下にタイベックタイベックシルバーの方ですね。これはあの、うん、産業場の内張り貼った時のあまり、おお、実際に建材で使われたやつを余ったんでちょっとリアルなやつですね。へえ、バックパックもね、これはすごいいいですよね、うん、今伝説のバックパックですかね。ゴーライトのゴーライト、ゴーライトのグリーブリーズブリーズブリーズですね、うん、これ昔僕メルカリで落とそうとしたことが、うん、ありましたね。すげえプレミアついちゃって、そうなんです、うん、なかなかもう手に入らないレアバックパックになってます、うん、これ4つ持ってる、4つ昔安かったね。え、昔おいくらぐらいだったんですか。買った時一番安い時で、はあ、5、6000円ぐらいかな。え、破格すぎる。あの生産中止になって急に安くなった。へえ、みんな慌てて、なるほど、買って、めちゃくちゃいい買い物しましたなるほど、ありがとうございます。ウェアもちょっとね聞いてみたいんですけど、このパンツ、パンツ、パンツがこれが雪山用なんですか。これノースウェストアルパインの雪山っていうか、アイスクライミング、ノースウェストアルパイン、アイスクライミング用でハーネスつけても、はい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 、まあ運行できるように、あダイレクトのファスナーが、ファスナーがなんと股に前まで全部ついてるっていうね。でファスナー開けたらもうションベンも台の方もいけるっていう感じなんですね。で一応下のもも引き、履いてるもも引きも同じようなジッパーついてる、うん、そうなんですね。そっちはあのカナダの MEC っていう、あ、すごい、マジモンの雪男です ね。全然知らない世界、本当に知らない世界ですね。結構こうやって下ろしてするの大変ですよ。大変です、うん、僕も一回やったことあるんですけど、うん、ケツ死ぬマジでなるべく露出を少なく、いや、ありがたいですね。これ上は、これは何年生なんですか。これ上に来てるのはあの、うん、ウールのニュージーランドのスワンドリーっていうブランドの伝統的なデザインのブッシュシャツっていう、それのニュージーランド軍モデルの生地。え、ニュージーで買ったわけじゃなくて、これは、うん、通販で買ってる。あ、日本でも買えるんですね。焚き火の方行くようにしたい、みたい、撮りたいなと思いますけど、めちゃくちゃ面白い。で、こちらがですね、アローカさんの焚き火台になります。これね、だいぶ珍しいですね。これがあれす、オーストラリアのオーストラリアボスフォークっていうブランドの、ボスフォークのアトミック で、はあ、でそれの上にあのボンファイアキットっていう焚き火台キットを組み合わせてる、で普段はこっちを使って、まあ、焚き火台にして、まあ 焚き火するときはこれをつけると薪がこう、まあ、乗せやすいっていう、はいはい、これ二次燃焼なんですね。一応ここがね、ここが二次燃焼で、上はね、薪を乗せやすいようにしてあるっていう焚き火です。お、まさかのオーストラリアっていう、ね、メーカーさん、うん、全然オーストラリアメーカーさん僕チェックしてないですけど、これは何をきっかけに知ったんですか。なんだろう、多分ネットサーフィン、うん、リサーチをめっちゃしたんですね。最初はこれじゃなくてアルコールストーブが珍しいのあったんで、うん、それ買おうと思ったらなんかウッドストーブも面白いのあるな、お、見つけてしまったという感じで、うん、え、じゃあ輸入した感じですか、オーストラリア、うん、あの個人輸入で、個人輸入で、へえ、送料ってどれぐらいかかるんですか、オーストラリア。これ、これそんなかかんなかった、そんなかかんないですか。2000円ぐらいじゃないの。あ、へえ、いいな、オーストラリアちょっとネットサービスしようかな、うん、面白い気がいっぱいあるんですけど、他にもなんか、うん、今回あのアルコカさん、カモ鍋ですかね、カモ鍋だね、カモ鍋作っていただいて、うん、それめちゃくちゃ味のあるビジュアルなんですね。ちょっとそれも載せたいと思うんですけど、今火消えちゃったの、あ、もう動画でさっき撮らせていただいたんで、これちょっと流します、ここに、こんな感じ、こんな感じで流します
というわけで、アロカさんでした。どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。今日のヒデさんち。どうもお久しぶりです。お久しぶりです。チャリ界ではお世話になりました。ヒゲです。伝説のサイバトロンから、ね、バイクパーキングに変えていくというね、回そうですね、はい、大変お世話になります。使えるものは何でも使う、はい、キャンパーです。素晴らしい。いろいろコメントでね、もう天才かこの人はっていうコメントもありましたけども、ね、お恥ずかしいです。今回ちょっとテントをですね、設置キャンプ用にねこう立てていただいたんですけど、テントちょっと紹介してもらっていいですか。はい、これが 3FUL ギアの、3FUL ギアですね、はい、ダンシャン2という、あ、僕の唯一持ってる軽い自立型テントですね、はい、2ポールで立てるんですけど、はいはいはい、はい、今回はあれ、ポールが手前しかないですよね。そうですね、はい、2本しか持ってこなかったので、ほうほうほう、1本はちょっとせっかくなんで釣ってみて。すごい、フィールドをね、はい、活用して設定をしております。もう1本は、うん、引っ張って顔の部分が当たらないように、あ、はい、使ってみました。そういうことですね。こっちだけ引っ張ったのは顔を当てないようにしてるんですね。はい、結構広いですね、やっぱり。そうですね、1人で使うには2人用っていうだけあって、はい、かなり広いと思います。実は僕も前に使ってたテントで。そうですよね、これ、はい、ま、参考にさせてもらいました。ありがとうございます。過去の動画を見漁って、2人で寝れるっていう、ね、そうですね、はい、親近感のある人だったら OK っていうコメントされてましたよね。これちなみにインナーは、インナーは、は今日は外しました。いや、やっぱりプロシリーズだとこれができないんですよね。あ、そうなんですよね。そうなんですね。ランシャンのプロシリーズはインナーがもうくっついちゃってるんで、縫い付けてあるんですよね、はい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 、ランシャンの無印シリーズは外せるんですよ。そんなんも絶対こっちもいいじゃん。そうなんですよ、だから自由度は高いと思います。そうそうそう、フロアレスシェルターになるっていう。皆さんタープとかやられてますけど、僕も、まあ、タープ風にちょっと今日はやってみます。頑張ってみました。めっちゃいいと思います。フロアレスなんで、はい、そうですね。初心具的なところは、はい、じゃあどうしよう。シュラフはモンベルの、はい、これが、ダウンハガーのシャープ2ウーマン、ウーメンですね。あ、女性用の、はい、これちょっと理由がありまして、はあ、妹が使わなくなったので僕が譲り受けたんですけど、うん、確か体容が170か172センチぐらいまでなんですね、うん、なので、はい、で僕の身長が169なので、うん、まあ、ぴったりサイズなので確かに使えますね、はい、使ってます。ただジッパーの位置が多分メンズと違うので、こっちなんていうか右開きだったと思います。はい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 、なので、まあ、今回はポールを外して、うん、頭の方を立ち上げてると、うん、圧迫しないように、うん、っていう形になってます。これマットはどうしてるんですか。マットは今日は、うん、最近いろんなところで拝見させてもらってるネイチャーハイクの Rch 5.8 の、出た、ネイチャーハイクのエアマット、はい、エアマットですね。よっこいせ、マイナス20度対応、はい、こちらです。出た、はい、ちょっとパンクに怯えながら今日は過ごしたいと思います。ちなみになんですけど、はい、何回目ですか。これ5回目ぐらいですかね。でも5回使ってるんですね。はい、大丈夫です。はい、で本当ですか。、はい、僕は3回目でパンクしたんで、ああ、うん、はい、なので、はい、5回使ったらもう大丈夫です。はい、今夜も神に祈りながら寝たいと思います。あれ上にこれはキルトを合わせて、そうですね、これは UL キャンパーっていうよりは普通のキャンパーさんが使ってると思うんですけど、ワンティグルスのダウンブランケットですね。これを自分でループをこうやってつけてキルト状に改造したんですよね。これ、はい、なかなか高兄さんが紹介しているようなものはちょっと、なかなか自転車を買ったばっかで手に入んないんで、お金がなくて、だから裏もちょっとかっこ悪いんですけど、こんな感じで縫い付けて勝手に、縫い付けたんや、はい、ゴム紐で結ってやるだけです。こっちはすぼむようになって、あ、そうですね、はい、もうなんていうんですか、その元々なってたんですか。いや、これも自分で作りました。自分でやったんや、はい、要はなんていうんですか、こういうコールドスポットって呼ばれるこの縫い目のところに、はいはいはい、はい、上からこうゴムのループを縫い付けたんで、うん、ただ紐を通してキュッと絞るだけですね。へえ、でやってみました、はい、なるほど、さすが工夫する男です。そうですね、はい、なるべく、そうですね、今は道具より経験にお金を使いたいんで、はい、今日も雪中キャンプ経験したくて、こういうね場所に来るために、そうですね、こっちのお金を
対ギアにはあまりね、うん、そうですね、あるものを工夫してちょっとやってみようと、うん、はい、今はですね、いや大事ですよ、体験にね、金かけるみたいな感じで、すごい僕のハイデックシートも使っていただいて、本当に重宝させてもらって、うん、はい、もう3回ぐらいもみ洗いしたいぐらいちょっと汚れてましたけど、そうですね、これ味なんです、いい意味で、いい意味で味が出てきました、味なんです、はい、もう雑多に使ってくるんで、この辺とかね、そしてしかも白カップもね、あ、そうですね、使っていただいて、これも、はい、もう、ゴールド加工って聞いたんで、うん、今までは綺麗に使ってたんですけど、うん、もう、高西さんの買ってからは、直火だろうが何だろうが、そうそう、これ、直火がいいんですよ、はい、直火、そう、あ、こういう感じ、こういう感じ、うわ、めっちゃ。いい感じで使ってる、だからなんて言うんだろう、逆にガシガシ使えるっていうんですか、そうです、ね、気にせずに何でもやれるんで、本当に傷つけまくるやつなんで、うん、はい、もう、はい、高兄さんを、はい、僕色に染めたい、嘘です、絶対こういうの、ね、結構珍しいっすか、あ、これすいません、僕名前忘れちゃったんですけど、これちなみに僕も持ってました、あ、本当ですか、はい、実はなんかそうですね、でっかい、これはもらいもんで、あ、もらいもんですね、はい、はい、マルチャーセミ入っちゃってます、はい、まあ、今日はグループでね、あのグルキャンだったので、まあ、こういうのをちょっと大きいの持ってきました、はい、使えるかなと思って、裏もねやっぱりジェットボイルなんでこうやってね、これがついてますね、うん、なるほど、ありがとうございます、よかったです、ヒゲさんでした、最後ですね、ケラさんでございます、よろしくお願いします、今回初めての言える回ということで、普段あのオフ会とかって参加されたりとか、普段あの初めてですね、あ、本当ですか、うわー嬉しい、初めてで後ろがねだいぶもう宴会始まってますけど楽しそう、うん、UL 会こんな感じですこんな感じでやってますというわけで、せっかくなんで、ね、ケラさんの道具もですね、はい、紹介していただこうかなと思います、すごいめっちゃ整ってますね、うん、めちゃくちゃ紹介しやすいですよこれコンパクトに今回はまとめました、じゃあまずシェルターの方からいいですか、はい、こちらはアライテント あのビバーアクセルとワンロングっていうのがあるんですけど、はいはいはい、これが、ココヘリっていう、はいはいはい、あのサービス あの、まあ、別注モデルなんですね、あーなるほどなるほど、はい、別注モデルであの生地が本来だったら15デニールなんですけど、うんはい、これが、27デニールだったので、ちょっと厚みがしてて、ね、強度が上がってるっていうのは、まあ、その分重量は上がるんですけど、うーん、え、これちなみに重量どれぐらいなんですか、重量確か260ぐらいですね、へー、そしてそれをポールをこう使って設営しつつ、向こうだけそうです、ね、なんかこういい感じで、はい、いいっすね、この木にロープくくって、はい、せっかくなので、まあ、フェルトらしくいいですね、味ありますね、やっぱこれ中開けてもいいですか、あ、大丈夫ですよ、はい、あ、もう本当に一人用のサイズ感ですね、すごいミニマムな、寝るだけって感じ、すごい安心できる空間というかいいですね、あれ今回マットは、今回マットはですね、あ、そっかそっか、こちらの、はいはいはい、バックのフレームに代わりに使ってます、なるほど、おー、デッドライトソールじゃなくて、これはリッチレストのソーライトですね、リッチレストや、まあ縦は75センチぐらいにカットして、横を40センチぐらいにカットしてます、自分でカットして、はい、完全これは足用にして攻めてますね、はい、いいですね、これとあれですね、さっきそこで材質で使ってたの、ね、サーマレストのあれですね、あのコンパクトチェア、うん、あのトレッカーチェアっていうのがあの現行で発売されてるんですけど、うん、これは、それより前のモデルで、前のモデルなんですね、もうちょっとがあの軽量になってるんですね、今のモデル、これ芯ないやつですか、芯ないですね、一応フレーム、アルミのフレームが入ってるんですけど、ここはフレームあるんですね、はい、へー、全体的になんか薄手になってて、うん、確か 50g ぐらい確か現行のより軽かったと思いますね、軽いですね、はい、でこれが就寝用のマットとしても使うっていう、ね、背中にこれを持ってきて、へー、なんかシュラフとかってどうしてます、ダウン、お、黄色いダウンと、これはあれですね、上着とダウンパンツ、パンツ、はい、ダウンジャケット、ダウンパンツで交換しつつ、であとがシュラフの方が、まあ、まずこれが
ソルのエスケープビビーから出てくる、ね、ライトの方ライトの方ですか。ライトの方ですね。であと出てくるのが赤色これはダウンのあれですね、シューズ、ね、ああダウンシューズですね。一通りやっぱ全身ダウンで、そうですね、あったかくして。お黄色いこのダウンは、これがナンガのナンガ、はい、UDD バッグの UDD バッグ350です、ね、350です、はい、へー。快適温度、快適温度が、3度ですね。あーまあまあまあちょっと攻め、まあ、攻め気味な、そうですね、温度設定ですね、はい。で、あともう一つあって、これがモンベルのシルクシーツですね。はあ、なるほど。シルクシーツを重ねて使うっていう。そうですね。これちょっと保温力もアップして。そうですね。3枚重ねで今日は寝ようと思ってます。なるほどなるほど。これいいですね。しかもちゃんとこうクローズされてるから。ああ、結構まあ。暖かそうですね。そうですね。熱がこもりやすいかな。なるほど。ありがとうございます。すごい。最近山を始められたということで。そうですね。そのじゃこれで天白とか。そう、これより一つ前に別のテルト使ってて、そのテルトで一回テルトワークしてましたね。あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあもう全然もう山行ける感じですね。そうですね。今すぐ。はい。すごい、なんか何気に。はい。ね。ゆうこの、そうキャンドルランタンミニの、せっかくだから、まあ、雪中にはキャンドルランタンが似合うかなと思って。めっちゃいいっすよ。すごい黄色で揃えてて可愛いっすね。ちょっとクッカー周り見てみますか。はい、食のこうこれね、このクッカー見たことある人多分相当少ないと思うんですけど。あ、まだ発売されたばっかりですからね。これこちら、こんなんないでしょって思うんですけど、これは本国？そうですね、スウェーデン の, トランギアの本国サイトで購入できる、トランギアのマイクロっていうモデルですね、これは。トランギアマイクロですね。で、この後はこちらが、純正で売ってるコジーですね。はいはいはい、これコジーをはめて、めっちゃ可愛いっすねこれ。いい感じですよね、これ。めっちゃいい。なんだこれと思ったら、そういうことっすね。あ、これ穴開いてるんですか。ああ、これ、蒸気が出るような穴です、ね。だからまあお米も炊きやすいですし。素晴らしいっすね。これで米炊いたらめっちゃ可愛いっすね。一応これが、バッチストーブ。バッチストーブ。そうそうそう、バッチストーブ。のアルコールストーブで、これがかなりとろ火ができるので、はい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 、これと。これを合わせて、まあ、お米を炊いて、でこれで保温して、はいはいはい、食べるっていうような感じでやりたいなって思って。これはちなみに風防とかは、あと風防はですね、こっちの方にあるんですね。あの風防悩むんですよね。トークスですね。お、トークスの風防を使って、これをカットしてちょっと持ってきてますね。なるほどなるほど。おー、味ありますね。かなり跡がついてますけど、うん、まあ、いい感じに使って収納してますこんなんで。テーブルが山田です。そうですね、山田。これは僕もね、なんかよく愛用させていただいた高兄さんの記事を見て買いました。あ、本当ですか。はい、わ、ありがとうございます。嬉しい。あ、バックパックですね。ちょっとさっき実は写真撮らせてもらって、はい、ビジュアルね、ここにポンと写すんですけど、はい、これも新井テントのバックパックということで。そうですね。あれ、新井テント何でしたっけ。新井テントのプチクロワールですね、うん、プチクロワールというねバックパックを使って、はい、今回しかも、はい、車じゃなくて、公共交通機関でここまでいらっしゃったということで、ね、はい、すごいですね、公共交通機関使って雪中キャンプっていうね。すごいいいですね。26リットルのザックに入るように、はい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 、頑張って詰めて。いや、ありがとうございます。ちょっと引き続き楽しんでいきましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでこんな感じで UL オフ会で集まってくれたメンバーでした。皆さん、すごい情報量を持ちで、ずーっとね、ギア談義していた気がします。Rウォーカーさんはね、すごい経験値と情報で、こだわりのアイテムが光っていましたね。経験に伴う装備内容がめちゃくちゃかっこいいなというふうに思いました。俺も将来こんなおじちゃんになりたいっすね。ヒゲさんはやっぱり工夫がすごいですね。工夫しつつ、まあ、装備を揃えていくのはですね、楽しんでる感じがいいなと思いました。
ケルさんはトランギアの本国サイト購入にちょっと驚きましたね。本国サイトって結構なんかチェックした方がいいんだなっていうふうに思いました。プリムスとかね、地味に日本にはないかっこいいバーナーとかありますからね。いや面白いです。というわけでその後僕らは焚き火と温泉のある夜をですね楽しみました。なんか中学生のスキー合宿っぽくてめちゃくちゃ楽しかったです。福島の皆さんどうもありがとうございました。よしじゃあいやもう普通に解散です。早かった解散です、はい、解散です。生きて生き残れたんで、生き残れたんで解散です。生きててよかった生きててよかったよっしゃ滑りに行くぞよっしゃ行くぞ。もう切り替えが滑ってきますムービー撮り始めた瞬間にヒゲさんこける。足が曲がってきた方向に。やばいやばい。まだまだ撮ってないから。OMM スキー。OMM スキー。やばいね。バックパック背負っときゃよかったね。じゃあお疲れ様でした。イエーイ。福島の皆さんありがとうございました。また来てください。えい、ご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録していただけると今後の活動の活力となりますのでどうかよろしくお願いいたします。ミニマルズギアーズでは YouTube やブログで軽量化したキャンプ道具の紹介がメインですが、オートキャンプからバックパックキャンプ、自転車キャンプ、ハイキング、ロングトレイルまで様々なチャレンジをしておりますのでぜひ見てください。またオンラインショップではオリジナルステッカーとか T シャツ、手ぬぐい、そして僕のお気に入りキャンプ道具をですね販売しておりますので一度覗いていってくれると嬉しいです。